それでは定例の会見を始めます。今日は朝日新聞でも報道されてますが、グローバルホーク導入の中止に関わって防衛省の内部文書を入手しましたので、これを皆さんにお伝えしたいというふうに思います。それに先立って2プラス2の合意が8月17日にありまして、日米同盟の強化で新ガイドラインと安保法制戦争法に基づいて米軍と自衛隊の軍事協力、海外で戦争する国づくりを一層推進するということを打ち出したわけです。で、この2プラス2の合意では同盟における日本の役割を拡大し防衛能力を強化させるということで、いわゆる中期防、2019年から5年間の軍拡計画である次期中期防衛力整備計画にこれを反映してイージス・アシュアなどを前レーダーをして導入することなどを盛り込みました。小野寺防衛大臣は防衛計画の大綱を見直す考え方も示しています。で、安倍政権はですね、もうすでに4年連続で5兆円超える防衛費を膨張させ続けているわけですが、これ国民にも国会にも一切明らかにしないまま米側に伝達をしてきた。さらに歯止めのない軍拡を進めようとしているわけで、これは厳しく我々としては批判したいというふうに思います。で、その上でそうした中でこのグローバルホーク、アメリカ政府から無人機グローバルホークの価格が 23% 上昇すると通報を受けて、防衛省内部で、これを見直す、導入中止も含めて見直す検討をやっているということがこの文書で明らかになりました。我々が入手したこの文書で言いますと、まず最初を開いていただくと、この導入の経緯について書かれておりまして、で本年4月真ん中ですね、本年4月米国政府より納期の遅延と価格の上昇について通報があったということで、納期の遅延と価格の上昇 23% 増ということが、でその次のページ、価格上昇の状況というところでは、下の方にありますように、23% のコストの上昇は事業見直しの対象になると。これ防衛省の基準でいうと、事業見直しの政策としては、現行基準見積もり 15% を上昇すると大臣報告、25% で大臣報告および概要の公表を義務付けております。でこの文書にあるように、これはさらなる部品枯渇が発生した場合は、容易に 25% を突破しうる水準であると、から維持・運用コストについても同様に価格上昇のリスクが存在するということが書かれております。でそれから、2枚、3枚めくっていただいて、縦長の文書がありますが、これは、装備計画局のさらに詳しい、その前段階でおそらく検討した内容だと思いますが、文書がありまして、でこれを見ますと、量産配備段階のライフサイクルコスト、これが、1億900万ドル、日本円にして119億円、約120億円程度ですね、 23% 上昇して、5億6100万ドル629億円になると。で維持運用段階を含めると合計1億2300万ドル上昇ですから、約140億円も上昇するということが書かれております。現時点で、その下の方にありますように、現時点でグローバルホークの量産配備段階のコストは 23% 上昇しているということが明らかになっております。で1枚飛ばしてその次ですが、3ページと振ってあるところの上から3行に書かれてますように、万が一新たな DMS、DMS というのは部品の枯渇のようですが、新たな DMS が生じた際は再度価格が上昇し、量産配備段階の LCC が 25% 以上の増額となるリスクがある。で先ほど述べたように 25% 以上増額になる場合はこれ公表対象になってくるということになります。非常に重大な事態が起こっているということが読み取れるかと思います。
であとは、まあ、あのいろいろと書いてありますが、最後のページ見ていただければと思うんですが、最後のページに結論があります。でここはちょっと読みたいと思うんですが、総合的な評価としては、コストについては取得価格が 23% 上昇している、また新たな DMS の発生や維持整備段階でのコスト増のリスクが払拭できない、それからグローバルホークに期待している機能については、近年の画像収集衛星の整備の進展等を踏まえると、より安価な手段により相当程度代替可能である。日米関係、地元関係については、仮にグローバルホーク取得を中止した場合、影響はあるもののマネージ不可能なものではない。でグローバルホークの取得を中止する方向で政務関係省庁 NSS 官邸と調整すると。で括弧2として、今後の段取りとして、本年7月中にプロジェクト管理訓練に基づく事業見直しの検討を行い、装備取得委員会を開催した上で大臣に報告する、また装備取得委員会の開催前に対空型無人機導入推進会でも議題とする。で本年7月末から8月上旬を目途に、めどに自民党要領に事業中止の根回しを行う。で本年8月末の30年度概算要求時点で事業中止を対外的に発表する。国会議員、地方自治体、関係省庁への根回しは30概算要求根回しと同時に実施するということが書かれております。まあ、ですからの防衛省の整備計画局の中では、もうグローバルホークの導入は中止するということが一つの結論になっていたということが明らかだと思います。これがその後どう検討されたのか、で例えば2プラス2でこのことが議論されたのかどうか等々、解明すべき問題はたくさんあるのではないかと思います。でそもそもこのグローバルホークは海自、陸自、空自どこからも要求がなくですね、共同部隊扱いという非常に、不思議な扱いになっております。で要するに制服組が管理する兵器と。で防衛省はこれまですでに導入費用は489億円投入しています。関連費用も含むものですが、2014年度は2億円の予備費、15年度は機体構成品等で154億円、それから16年度も146億円、17年度は1機取得するということで168億円で、まあ、来年3月以降青森県の三沢基地に配備する予定になっていたわけです。でこの全体の経過を見ると、これはもう明らかに事業見直しの対象になる水準のコストの上昇があるわけですし、25% を超えることが、かなり確実視されるような、そういうことも書かれているわけで、これは公表の対象にもなってくるということだと思います。で我々としてはこれは非常に重大な事態だというふうに思っておりますし、アメリカ言いなりでこのままこのグローバルホークを導入すると、トランプ政権はね、日本政府に対してアメリカの武器兵器を買えということを強く要求している政権ですが、その要求に屈することは許されないというふうに思いますし、この経緯について全容を公表することを政府には求めたいと、そしてこのグローバルホークの導入は直ちにきっぱりと中止をすべきであるというふうに思います。今日は防衛省防衛、装備庁整備計画局にこの件について問い合わせしましたが、一切回答がありませんので、今日こういう形で会見で発表させていただきました。私からは以上です。はい、防衛省に確認したということは、防衛省はまだこれを新規確認してない。文書については、今日問い垂らしたのは、朝日新聞の報道について、あれは事実なのかということを聞いたらば、事実かどうかも含めてお答えできないということだった。だからこういう文書を我々持っているということは、報道省には伝えていません。で、これ終わったら、向こうには渡そうと思います。はい。
関連性ですね。はい。それちょっと文書2種類あって、こちらは7月。7月なんですよね。うん、だから、局レベルでの検討文書がその6月って書かれた縦長の文書だと思うんですけど、今日装備計画局レベルでの検討。この方は、7月にまとめられたであろう。だと思うんですが、7月丸日になってるんで、最終的に正式な文書になったのかどうかわからない、検討途中のものかもしれません。しかし少なくとも、装備計画局段階では、これはもう導入中止という結論はほぼ固まっていたものだと思います。まあ、ですから、今日の報道では、最終的に小野寺大臣がなんか判断するというふうに書かれておりますけど、もうこういうふうに明らかにね、やはり、装備計画局としては、まあ、中止すべきだということを言ってたということである、わけで、これはもう導入中止をするしかないと、導入中止すべきであるというふうに思います。はい、読売新聞のことですけれども、今日民進党の代表選で、前原さんと枝野さんが、立候補されまして、共同会見が行われましたけれども、前原さんは共産党と含めた野党共闘について、政権を含めて見直すという発言を明言されていましたけれども、相手方となる共産党としては、どのようなことになっているでしょうか。これは民進党の代表選挙ですから。他党のこの党首を選ぶ選挙ですから、強い関心を持って見守っていきたいということ以上のことは特に申し上げることはありません。我々としては4党の党首で、きちっとね合意をしたわけですから、選挙の協力ということで合意をしておりますので、それを誠実に実行していきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、はい、先に実は関連して、はい、もう分かった上で聞きますけど、前原さんは理念や政策の違う、政党同士は選挙協力できますかっていうような理念や政策の違う政党と選挙協力できますかっていう言葉まで出番組で話したりするんですけども、改めて本当に対処。先ほど言った通りです。これは他党の選挙ですので、特にコメントすることは控えたいと思います。民進党代表選自体に対してどういう党の選を、これから衆院選まで1年弱なんですけども、どういう論戦に対したいと思いますか。それもね、民進党さんの党首を選ぶ選挙ですから、特に我々としては強い関心を持って見守るということ以上のものはありません。はい、すみません、テレビ朝日の皆さん、この強い関心の対象っていうのは、やはり それぞれ両者の野党共闘に関するスタンスということですか。それだけじゃないよね。いろいろと政策的な議論もねされるんでしょうから、それを全体として強い関心を持って見守っていきたいと思います。はい、話題の記憶なんですけど、今朝アメリカ軍の無国家指定に配置されたイギリス艦のマラブ海峡が直撃で起こしてます。イギリス艦から去年12日から6月にも静岡艦で衝突事故が起きているわけですけども、事故でどのように見られるか。こういうふうに事故が、ね、続いていることは大変心配であります。やはりかなり前回の事故も深刻な事故だったということが明らかに、ね、報告書でもなってきていますので、やはりその原因真相の徹底的な解明が必要だと思いますし、日本近海を、ね、こういった形でやっぱり米艦船が行き交う状況をこのまま
にしておいていいのか、あの海の安全という点からやはり日本国民の命守るという点からもこの点はしっかり日本政府としても真相解明のための努力を求めていく必要があるのではないかなというふうに思います。ただそれを進めていく上でもやはりその日米地位協定なんかがね大きな障害になっているということもありますので、そういったことも含めて見直していくことが必要ではないかなというふうに思います。はい、読み進めの声です。ちょっとまたお答え変わらないかもしれないですけど、あの今日枝野さんですね、あの政策的なその原発稼働ゼロについてですね、あの、まあ、一日も早く行って、まあ、前倒しする方向で今認定されてますけれども、この辺はあの段階的に公開として民主党も共産党に近づいていくんじゃないかと思うんですが、この辺の原発で、まあ、あのそれぞれの方の主張についてはコメントすることは控えたいと思います。はい、三木屋坂口です。その西と相手との関連なんですが、消費税について引き上げについてですね、前原さんは2019年10月を継続で引き上げるべきだということをおっしゃっていて、枝野さんは今上げるべきじゃないかというスタンスですが、消費増税に対する、共産党のスタンスとして、まあ、共産党のスタンスはこれはもう、消費税の増税は、これ今の現下のね、経済情勢の下では、10% の増税はすべきではないというのが、まあ、一貫した姿勢ですし、まあ、そこはあの税のあり方についての考え方の違いは超えて、やはり今のこの経済情勢の下で増税しないという方向で、われわれもそういう運動をやっていきたいなというふうに思っています。それぞれの候補者の見解についてはちょっとコメントは控えたいと思います。はい、じゃあ、これちょっと質問が進まないんですけど、6月に与野党の党首会議で、はい、あの与野党の候補者調整を行って、まあ、調整が整ったところから順次発表するという合意をなされていると思うんですけども、これはどの候補が代表になっても政党間の合意なので、これは変わることがないという話、まあ、あの我々としては誠実にこの合意の実行進めていきたいと思います。まあ、あとはあの それとは別にちょっとやっぱり急がなきゃいけないのは、あの補欠選挙が3つになりましたので、青森4区、新潟5区、愛媛3区で、これは先行してやっぱりね、あの野党の統一候補を決める方向でぜひ議論進めたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ終わります。